連敗中のチームを救う救世主となるか。ドラ1ルーキー小蛇辰己投手が初の1軍戦マウンドへ。ボールの出どころを隠す独特のフォームで立ち上がりを制します。しかし打者が2巡目となった4回、先頭打者に初ヒットを許すと、ここから一転、日本ハム打線の猛攻を受けます。この回5連打を浴びた小蛇投手、2点を奪われます。それでも5回6回はノーヒット、手応えもつかんだデビュー戦となりました。一方打線は反撃の糸口をつかめぬまま終盤へ。ランナーを出すもホームが遠く、逆に9回日本ハムが勝負を決める追加点、完封負けの楽天は6連敗です。